野崎のコンビーフニューコンミート、川商フーズ株式会社は、缶詰製品、水産物、加工食品などの仕入れ、製造、加工、販売を行う JFE 商事傘下の企業。缶詰、野崎のコンビーフ、第3のビール、プライムドラフト等の販売元である。また、海外向けに、芸者ブランドの缶詰、冷凍食品の輸出を行うことでも知られる。 前身の野崎産業で1948年、国産コンビーフ第1号となる、野崎のコンビーフ、1950年に、野崎のコンビーフ発売。1999年に、野崎産業が、川鉄商事に吸収合併された後も、野崎のブランド名を残し、コンビーフ、牛肉、台湾に、ランチョンミートなどの缶詰や瓶詰、パウチ商品を扱っている。 ゲ者シャブランドの津波図煮缶、ゲ者シャマグロは野崎ブランドの商品として日本国内でも販売している。前身の野崎産業で1911年に誕生した商品で、当時は日本産のカニ缶詰をアメリカに輸出していたが、日本のイメージを強く打ち出すためにゲ者シャという名前が付けられた。1912年に登録し、100年以上の歴史を持つ。 シーフード、フルーツ、野菜の缶詰を販売。カリフォルニア、ハワイ、アラスカ以外の米国内で通信販売も行っている。ツナ缶は日本で採れたビンナガマグロを使用し、静岡県の工場で生産しているため、プロダクトオブジャパンと記載されている。1950年代にアフリカ進出。 同社英国駐在員が新たな輸出先として、英語圏のナイジェリアやガーナに注目し、缶詰をリュックに入れて、現地で売り歩き、もともと青魚を食べる西アフリカ諸国では、サバのトマト煮が国民食になった。ナイジェリアなどで販売している、芸者は、サバとトマトのイラストで表現しているように、トマトソースで煮込んだサバの缶詰。2015年現在、缶を、 中国で生産し、ガーナとナイジェリアに輸出していて、年間輸出量は、ナイジェリア向けが約3000万個、ガーナ向けが約1000万個に達し、サバ缶の市場シェアは、両国の約5割を占めている。ありがとうございます。